それでは、新型コロナウイルス感染症にかかる、知事会見を始めさせていただきます。以上お願いします。はい、それでは行います。本日伊平屋村において大規模な集団感染が確認されましたのでご報告いたします。伊平屋村では12月12日に1例目の陽性者が確認され、先週1週間に8人、今週に入って7人、そして本日新たに15人、合計30人の陽性者が確認されています。現在までに県で確認した情報によりますと、仕事で伊平屋島に訪れた方が飲食店に立ち寄り、その後その飲食店で開催されたイベントにおいて参加となる状況があったことが今回の集団感染につながったものと考えられます。伊平屋村には入院治療が可能な医療機関もありませんが、診療所と伊平屋村、北部保健所が連携するとともに、県立北部病院から医師を、病院事業局からは看護師を派遣して、濃厚接触者の調査や感染が疑われる方々への検査を実施しております。また、関係機関等とも連携し、伊平屋村の陽性者は全て沖縄本島内に搬送し、県内医療機関または宿泊療養施設で療養しているところです。いずれも軽症者または無症状者で、重症者は確認されておりませんが、さらなる感染拡大につながらないよう引き続き注意が必要な状況にあると思っております。QMEの平です。よろしくお願いします。ただいまの集団感染が発生したと思われるイベントの詳細、また、濃厚接触者を含めて予想される感染規模というのはどのぐらいになるかというのを聞かせてください。はい、そちら細かい点になりますので、調達情報部から、現在で、ね、分かっている範囲のことを報告していただきます。はい、伊平村にあります、飲食店におきまして、その飲み会の二次会のような形でたくさん集まって、飲食が行われたというふうに聞いております。で、濃厚接触者の規模につきましては、昨日の、検査件数が、85件ということでしたので、とりあえずはその最初の、濃厚接触者に対する調査を行われたと思いますけれども、そこでまた陽性者が出ておりますので、それぞれについてまた調査がこれから行われるというような状況となっています。そのイベントに何人くらい参加していたか。はい、こちらが入手している情報では、イベントに100人程度の方が参加しているのではないかということです。ありがとうございます。よろしいでしょうか。では、県外幹事社の日経新聞さん、どうぞ。日経新聞の酒井です。飲食店が感染経路とする、感染に対しては、今、県内でですね、内市町村に時短要請していると思いますが、これをさらに例えば離島に限っても広げるとかですね、さらに対象を拡大するという考えは今ありますでしょうか。昨日の水曜日ですね、昨日の対策本部会議で確認をした、結果ですね、名護市と井ノ原市を新たに登録させていただきました。その状況についても昨日も報告いたしましたが、やはりその感染者数の増加傾向でありますとか、飲食店でその派生が広がっているということも認めた上での拡大でしたので、今後ともそのような客観的な数値データなどの根拠に基づいてですね、それぞれの離島やあるいは他の市町村等についてもそのような状況をしっかり注視しているということが大事であろうと思います。引き続きそのような分析に努めていきたいと思います。30人の陽性者というのは、これは伊平屋村に限って言うと、これはまだそのエビデンス的にはその時短要請をかけるレベルではないという判断なんでしょうか。では、伊平屋村の状況については県庁から。
はい、この店舗から の陽性者についてははっきり分かっている数というのは複数名はおりますけれど、すべてがその店舗に行ったわけではなく、家族感染などもありますので、その関係はまだよく分かっていない状況です。で、時短要請につきましては、その店舗だけで抑えられる場合であれば、そこを閉めればいいわけですけれども、それ以外に散在しているというような状況があって、広く制限していただかないといけないというような状況の時に、時短要請が必要だと思いますので、そういう意味で感染のデータ、感染者数のデータが必要と考えております。沖縄県内には、伊根村と同様に、医療体制が脆弱な小規模離島が数多くあり、さらに高齢者の割合が高く、住民同士の交流が密であることが多いため、ひとたびウイルスが侵入すると、一気に広がる可能性があります。このことから、離島における感染対策には、特に注意を払う必要があり、離島への往来については慎重に判断する必要があります。県としましては、離島への感染拡大を防ぐため、那覇空港をはじめ、各離島空港や港湾などにおいて、サーモグラフィー等設置による発熱監視を行っているところですが、さらに、ご覧のように緊急メッセージを各港に掲示をすることといたしました。また、離島において、陽性者が発生した場合に備え、治療や療養につなげられるよう、管轄の保健所、市町村、消防機関、海上保安庁、自衛隊等と連携して搬送体制を整えています。年末年始に帰省や旅行で離島に訪れる予定の方もいらっしゃると思いますが、該当自粛を求めている離島への往来は引き続き自粛をしていただくようお願いいたします。またその他の離島についても、本島と離島間、離島と離島間の往来については必要最小限とするようお願いをいたします。体調不良の場合には渡航中止または延期をご検討ください。ぜひ皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。私からの発表は以上です。詳細についてはまたブリーフィング等で確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。2回でリターンありがとうございました。